グレイ、一体どうなっているの？後にしてくれ。私から逃げないで。ホワイトチャペルで見たのよ。後をつけたのか。心配だったの。橋での戦闘の後姿を消したでしょ。お前は知らない。これっぽっちもな。これは秘密の潜入任務か何かなの？そういうことなの？その話は後だ。一体どうしたの？マロリーが殺されてからあなたはまるで。なんだ、まるでなんだ。わからない。別人みたい。信用できるのかさえも。何でもいいからお願い話して。今はダメだイザベル。私には関わらない方がいい。お前のためにも。エヘ、ラファイエット将軍を見つけ図書館に召喚しろ。陰謀は評議会の中核に達しています。お前の告発は実に馬鹿げている。到底信じられ。大法官閣下のお許しがあれば。許可など出さぬわ、うん、二度とこんな馬鹿げた世まい事など聞きたくない。あんなに堅くななお前の父を見たのは初めてだ。お前の申し立ては帝国を揺るがすものだ。マロリーの死に加えてさらなる悲劇は見たくないのだろう。ブラックウォールヤードに行くだけの話だ。一体何のためにだ。被害は壊滅的だ。放火犯の仕業だとドイル長官は言っていた。犯行前に少数の反乱軍が目撃されたらしい。証拠は割と長官の言葉で言えば確かなあ、初歩的とか。お前はどう思う。どうとも思わん。望むなら大法官にこの件を評議会にかけるよう促すが。もし本当に内部に裏切り者がいれば我々が気づいたことがバレてしまう、うん、ではどうする。夜になったらインド連合会社の社屋に忍び込むんだ。ここ数日に起こった出来事に関する情報が必ずそこで見つかるはずだ。インド連合の本部に侵入すると。お前もマロリー同様無謀だな。思い切った決断が必要な時もある。お前の協力が必要なんだ。騎士団の指揮官である私が見られるのは。お前は内部を熟知している。私にはインド連合社屋でのお前の案内が必要なんだ。もし陰謀が暴かれるとしたならば、お前の証言が十分な証拠となる。いいだろう。だが侵入するのに二人では心もとないな。しかもそれが事実なら信頼できるのはイザベルにラファイエ。証拠をつかむまで巻き込みたくはない。では誰だ。頼れそうな人物に心当たりがある。恩に切るぞ。